ネモフィラフローってことをね、一応やっちゃいたいと思います。秘密結社フィガマソン水ハッチでございます。まあ、こちらね、小倉のダート1700メートル戦ということで、まあ、山菜戦ってだけでも比較的難しいんだけれども、まあ、その中でもね、まあ、なかなかいろいろ考えなきゃいけないポイントが出てくるんじゃないかなというところでね、まあ、しっかりとやっていきたいという形でやっててね、もう遠征帰りでこれだから、まあ、本当ね、じゃあ、車中で予想して取っちゃえばよかったぐらいね、ギリギリになったんだけども、これでいきたいと思います。まあ、ちょっと分かりづらいんで、5等ボックスには大体当たるって形で、まずはですね、5番のフォーディアライフ。まあ、JBC2 歳優勝に、ね、出てたフォーなんとかって JRA の馬、なんか強そうな気がするんだよな。まあ、こんなね、小倉のダート1700の1勝クラスだったらね、JBC2 歳優勝に出てたフォーなんとかって、まあ、多分勝つだろうと、まあ、いうようなね、話もあるんですけども、まあ、秋山慎一郎騎手の最終日ってことでね、特別勝ちを期待していきたいと思います。まあ、そして8番のことほどさように、まあ、前走不良馬場の1700で勝ち上がりました。まあ、時計も優秀でしたしね、まあ、継続騎乗でここも期待が持てると思います。まあ、そして9番のクロードバラバール、まあ、前走小倉で勝ち上がった馬、このコースですね。まあ、小倉で信頼の三浦秀明騎手がね、まあ、昨日のね、本当4コーナーまでいい形で出てきて、ただ外外回した分の損が最後響いたのか、相手が強かっただけだとは思うんだけれども、まあ、そんな感じですけども、まあ、みゆき騎手をね、今日は期待して、まあ、今日というかね、まあ、僕は今週ぐらいは信頼しておこうかなと思います。まあ、そして10番のエイトラックス。まあ、昇級戦2着に好走しました。まあ、1007で狙いたい距離延長組ということで期待をしておきたいと思います。まあ、そして12番のバスタードサフラン。まあ、現地級4着の実績は、まあ、休み明け1つ叩いて、ここも期待をしていこうということでね。まあ、いつも通りってテンションでこんな感じでやっていくんで、またよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。